今回はこんな感じのいちごのミニバッグを編んでいきたいと思います。まず材料なんですけれども、赤の毛糸はだいたいそうですね2玉ぐらい、あと緑の毛糸も、そうですね1玉半ぐらい、まあ、2玉あれば十分です。こっちが2玉、こっちも、まあ、1玉半ぐらい、2玉あれば十分だと思います。で、今回かぎ針は8号のかぎ針で編んでいきます。本体とこの葉っぱの部分は8号で、持ち手の部分はちょっ と、細いかぎ針で6号のかぎ針を使用します。あとはとじ針とマーカーですね。マーカーは2つ3つあれば大丈夫だと思います。あと最後にボタンをつけてもいいと思うので、ボタンなんとかがちょっと大きめの木のボタンとかがあればつけても可愛いと思います。これはあってもなくてもどちらでも大丈夫です。はい、それでは編んでいきます。 まずは指に2回糸を巻きつけて輪の作り目を作ります。はい、そしたら輪に針を通して糸をかけて、また針に糸をかけて鎖編みを1目編みます。そして輪に針を通して中長編みを9目編んでいきます。中長編みなので針に糸をかけて輪に針を通して糸をすくい、また針に糸をかけて3本すべて引き抜きます。これで中長編みが1です。分かりやすいように始めの目にマーカーで印をつけておきます。でまた針に糸をかけて輪に針を通し糸をすくい、糸をかけて3本すべて引き抜きます。中長編みが2、あと7目ですね。中長編みを合計9目輪の中に入れていきます。3、4、5、6、7、8、9、中長編み9目編めました。そしたら目から針を取ってもらって糸端を少し引っ張って動いた方の糸を引っ張って輪の中心を縮めていきます。はい、そしたらまた糸端を引っ張って輪を縮めます。はい、糸端は編みくるんでいくんですけれども、ちょっと長いので長い分はカットしておきます。で、この印をつけておいた初めの目のところに針を通し糸をかけて引き抜いて円の底の1段目が完成です。そしたら2段目に行きます。はい、今度は1、2、鎖2目で立ち上げて
糸端はこういうふうにちょっと、編み地に沿わせて置いておいて、また2段目も中長編みを編んでいきます。1段目は9目だったんですけれども、2段目は1つの目に2回ずつ中長編みを入れて合計18目編んでいきます。針に糸をかけて根元に針を通し、糸をすくい、糸をかけて3本すくう。また分かりやすいように、始めの目に鎖2目を飛ばした始めの目に印をつけておきます。そして同じ目、同じ目に針を通して中長編みをもう一回入れていきます。1つの目に中長編みが2回入りました。そしたら次の目も中長編みを2目です。また同じ目に中長編み、今中長編みが4目編めました。次の目も1つの目に中長編みを2回入れていきます。はい、こんな感じで1周ぐるっと18目編んでいきます。はい、2段目18目中長編みで編めました。そしたらここのこの目とこの目はこの目とこの目はここが引き抜いたところ、ここが立ち上がりの鎖2目なので、ここは毎回出てくるんですけれども、飛ばして始めの印をつけておいた目に針を通して糸をかけて引き抜いて2段目が完成です。はい、次は3段目に行きます。また鎖2目で立ち上げて、編み方はまた中長編みなんですけれども、今度は1212、根元は中長編みが1、その次の目は中長編みを1つの目に2回入れます。また1212で、18目、3段目は合計27目になります。針に糸をかけて根元に針を通し、糸をすくい、糸をかけて3本すくいます。でまた始めの目には鎖2目を飛ばした始めの目に印をちょっと引っかかりました、始めの目に印をつけておきます。そしたら今、根元に中長編み1編みましたので、次の目は同じ目に中長編みを2回入れていきます。次の目は中長編みが1回です。次の目は中長編みが2回です。このような感じで1周ぐるっと27目編んでいきます。はい、3段目27目が編めましたので、引き抜きと立ち上がりの鎖2目を飛ばした印をつけておいた始めの目に針を通して糸をかけて引き抜いて、1,2,3 段目が完成です。次4段目に行きます。また鎖2目で立ち上げて、今度はまた編み方は中長編みなんですけれども、1,1,2,1,1,2、始めの目とその次の目は中長編み1目ずつで、その次の目は中長編みを1つの目に2回入れていきます。中長編みが根元に1回で、分かりやすいように印をつけておきます。その次の目も中長編みが1回です。その次の目は中長編みが1つの目に2回です。1,1,2 という形で1周ぐるっと、1,2,3,4 段目は36目になります。はい、そしたら1,1,2で36目編めました。そしたら、引き抜きと立ち上がりの鎖2目を飛ばして、初めの印をつけておいた初めの目に針を通して引き抜いて4段目が完成です。次5段目に行きます。
もうまた同じ法則で鎖2目で立ち上げて編んでいくんですが、5段目も中長編みで、今度は1112112です。それで、合計が45目になります。根元に針を通し中長編みが1、また始めの目には印をつけておきます。1、今一つ編みましたので1で、もう一回1、はい、中長編み3目編みましたので、次が中長編みを2回入れます。はい、そしてまた1 1 1、次が中長編みが2回です。はい、これで1周ぐるっと編むと45目になります。はい、45目、1周45目、1112で45目編みました。そしたら引き抜きと鎖立ち上がりの鎖2目を飛ばした初めの印の目に針を通して引き抜いて5段目が完成です。はい、あと1段です。6段まで編んでいきます。合計54目にしていきます。また鎖12で立ち上げて、次はまた同じ中長編みですが、1112、細編みを中長編みを4目1234編んで、5目目に中長編みを2回入れていきます。1、また鎖2目を飛ばした始めの目に印をして、2、3、4、そしたら次の目は1つの目に中長編みを2回です。また1 2 3 4、そしたら次の目は1つの目に中長編みを2回です。これでぐるっと1周で、54目編んでいきます。はい、1234566段目、1111112で、54目編めました。そしたらまた引き抜きと鎖2目を飛ばした印のところに針を通して引き抜いて、これで、中長編みで編んだバッグの底の円の部分が完成です。それでは今から側面の部分を編んでいきたいと思います。はい、円の底、中長編みで6段、6段目54目編んだところです。そしてで、引き抜いたところなので、今から側面の部分を編んでいきます。また、鎖編み1目で立ち上げて、根元から細編みをぐるっと1周54目編んでいきます。はい、初めの細編みの頭には分かりやすいように印をつけておきます。増減なく54目編んでいきます。
はい、細編みで1周54目編みました。そしたらまたここは引き抜きと立ち上がりの鎖1目は飛ばして、印をつけておいた始めの細編みに針を通して引き抜いて、側面の1段目をが出来上がりました。ここまでは、毛糸を2本取りで言ってたんですけれども、側面の部分は玉編みをしていきますので、もうここからは1本にしますので、一旦少し10センチぐらい長さを取って、糸はもう切ってしまいます。でそのまま引き抜きます。こんな感じですね。で今から、玉編みの部分を編んでいきます。で、これ、以前にペットボトルのカバーを編んだ時の分なんですけれども、玉編みがこういう風に1段目の玉編み、2段目の玉編み、3段目の玉編みという形になるんですけれども、玉編みと玉編みの間にこう上の段の玉編みが来て、またその間に来るという形に、規則正しくこう玉が並ぶようにしていきたいので、玉編みの編む順番を説明していきます。玉編みは 1,2,3 3段でこう1セットみたいな形になるんですけれども、初めの1段目は細編み、細編み、そして玉編みを入れます。そして2段目の玉編みを編むときは、細編み、玉編み、細編み、細編み、玉編み、細編みになるように編むと、下の段のちょうど間のところに玉編みが来るようになります。そして3段目、玉編みの3段目は玉編み、細編み、細編み、玉編み、細編み、細編み、そうするとまた2段目の玉編みと玉編みの間にこう、玉編みが来るような形になります。そしたら、今編んだ、側面細編みで54目編んだところで、糸を切ってもらったんですけれども、これは編み込んでいきます。それでは側面の、玉編みを編んでいきます。今まで、今もう糸を切っちゃってますけれども、編み地の内側からこう針を入れて左側に進んでる形だったんですけれども、もう糸も切っちゃってますので、今度玉編み、側面の玉編みは、外側、編み地の外側から針を通して左に編み進んでいく形になります。そしたら、糸を切ったところのちょうど左横の目に針を通して新しい糸を持ってきて、で引き抜きます。引き抜いて鎖一目で立ち上げて、この、糸端はすべて、左側の編み地の方に持っていって編みくるんでいきます。はい、そしたら今鎖一目で立ち上げたところなので、1段目の玉編みは細編み、細編み、玉編みの順番なので、この今引き抜いた鎖編みをした同じ目に細編みを1回入れます。そして印をつけておきます。そして次の目も細編みです。そしたら次の目は玉編みになります。針に糸をかけて次の目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、これを、全部で5回します。今1回しました。針に糸をかけてまた同じ目に針を通し糸をすくい、糸をかけて2本すくう、針に糸をかけ同じ目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、
で、また針に糸をかけて同じ目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう。はい、糸が、針に糸が5本かかった状態で、また針に糸をかけて全部を引き抜きます。そしたら次は細編み、細編み、玉編みだったので次は細編みになります。次の目に細編みを1回入れます。そして、この玉編みの次の細編み編んだところで糸をキュッと引き締めて、前の玉編みの部分を指でプクッと前に押すとこんな感じに玉に仕上なってきます。で、今細編み1回しましたので次も細編みです。でまた次の目は玉編みです。1回、2回、3回、4回、あ、全部で4回ですね。で針に糸をかけて全部すくいます。で、次また次の目は細編みです。で糸を引き締めてプクッと出る形になります。玉編みを私ちょっと間違えちゃいましたかね。細編み、細編み、次の玉編みです。もう一度ちょっと説明します。これで1回で次が2回で3回4回ですね。4回したら針に糸が5本かかりますのでそれで全部すくって、で次の目に細編みを1回して糸を引き締めてプクッと前に出すという形です。まあ、5回もう1回やって針に糸が6本かかった状態でもいいんですけれども、これでも十分立体的になるので、もう一度ちょっとやります。ややこしいことを言ってしまったので、針に糸をかけて目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう。これで1回、2回、3回、4回ですね。で針に糸が 5本かかった状態で糸をかけて全部すくって細編みで糸を引き締めて前に玉を出す。これで4玉できました。54目なので全部で18玉できます。玉編みの1段目は細編み、細編み、玉編みなので最後は玉編みになると思いますので1周、この順番、細編み、細編み、玉編みの順番で編んでいきます。はい、細編み、細編み、玉編みの順番で一周ぐるっと編んできました。玉が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 18目あります。細編み、細編み、玉編みなので最後玉編みになってますので引き抜きと鎖立ち上がりの部分を飛ばして初めの印をつけておいた目に針を通して引き抜いて玉編み部分の1段目が完成です。はい、そしたら次2段目に行くんですけれども、このペットボトルのカバーの時もそうだったんですけども、玉編みと玉編みの1段目の玉編みから2段目の玉編み、3段目の玉編みに行く前に1周細編みを入れていきます。玉編みが1周編み終わったら次の1段は鎖1目で立ち上げて細編みを1周54目編んでいきます。で下の段が細編み、細編み、玉編みだったので今鎖一目で立ち上げて根元から細編みを入れて針
始めの目に印をつけておきます。また次も細編みだったので細編みの上に細編みをして、次は玉編みだったので玉編みのところに細編みをして、また次細編みのところだったので細編みの上に細編み、次も細編みだったので細編みの上に細編み、次玉編みだったので玉編みの上に細編み、ずっと下の段に沿って細編みを拾っていくとちょうど54目になりますので、一周ぐるっとこれで54目編んでいきます。はい、細編みで一周54目編みました。そしたらまた印をつけておいた始めの目に針を通して糸をかけて引き抜きます。はい、次は玉編みの2段目を編んでいきます。また、鎖1目で立ち上げて玉編みの2段目は細編み玉編み細編みになります。なので、根元に細編みを1回入れます。そして印をつけておきます。次が玉編みです。よいしょ、針に糸が5本かかった状態で糸をかけて引き抜いて、次が細編み で糸をキュッと引き締めます。でまた次細編み玉編み細編みなので細編み、そして玉編み、針に糸が5本かかった状態で針に糸をかけて引き抜いて、次の目に細編みで糸をキュッと引き締めて玉を出します。はい、で次がまた細編みです。で次が玉編みです。で次が細編みで、玉を前にキュッと出して糸を引き締めます。はい、こんな感じで玉が3つできました。ちょうど下の段の玉と玉の間にこう玉が、来ているような形になります。このまま1周ぐるっと、18玉編んで、また引き抜いて鎖一目で立ち上げて鎖編みを54目拾っていきます。はい、玉編みの2段目、細編み玉編み細編みの順番で編んだ玉編みの2段目 と、その上に細編みを1段54目1周編んできたところなので、始めの目に針を通して引き抜きます。そしたら次は玉編みの3段目を編んでいきます。また鎖1目で立ち上げて、今度は、玉編みの3段目は玉編み細編み細編みなので、もういきなり根元に玉編みを玉編みを入れて、次が細編みでキュッと縛って、また次も細編みです。玉編み細編み細編みという順番なので、玉編みして細編みして細編みです。そして、初めの玉編みに印をつけておきます。ここに後で引き抜き、一周編んだら引き抜くので印をつけておきます。
きます。そしたらまた玉編みです。で次は細編み、ぎゅっと引き締めて、また次の目も細編みで、次がまた玉編みで、次の目が細編みで、キュッと引き締めて、また次も細編みです。はい、こんな形で、ずっとこう玉編みと玉編みの間に玉編みが来るように重ならないようにできています。そしたら、これを一周編んでいって、玉編み細編み細編みで一周編んでいって、玉が18目ですね。それが編めたらここに引き抜いて、また鎖一目で立ち上げて鎖編みを54目編んでいきます。はい、今、3段目の玉編みを編んで、その後鎖一目でまた立ち上げて細編み54目編んだところです。こんな感じで玉編みが3段入っています。そしたらこのまま、次はまた細編みの1段目の編み方、細編み細編み玉編みで、次が細編み玉編み細編み、3段目が玉編み細編み細編み、この順番で、間には細編み54目で一周編むのを忘れずに、入れていって、今3段編んだので、あと4段玉編みを、あと4段編んで合計玉編みで7段になるまで編んでいきます。はい、そしたら玉編みを7段、1,2,3,4,5,6,7 7段編んで、細編みで54目一周編んできたところです。赤のこのバッグの本体の部分は、これで終了になります。あとは次からは糸を毛糸を緑に変えて、葉っぱの部分でもう少しバッグの部分の、高さは出ますけれども、緑の部分で編んでいって、あと葉っぱをつけるという形になります。はい、それでは一旦、今、細編みで54目編んで引き抜いたところなので、糸を10センチぐらい、15センチぐらいですね、残して、糸をもう切っていただいて、あと鎖にして引き抜いて、赤の本体の部分は終了です。はい、それでは、今からグリーンの毛糸でこのバッグの、入り口の部分ですね、それをもう少しこう高さと厚みをつけて編んで、それから葉っぱの部分につなげて編んでいきたいと思います。で、今、赤色の玉編みの部分はこの編み地の外側から針を通して、左の方に右回りで編んでいったんですけれども、グリーンの部分はまた内側から針を通す形で編んでいきたいと思います。糸端は、一緒に編み込んでいきます。そしたら、この引き抜いたところですね、そこの根元の目に針を通して、緑の糸端を少し残して、糸を引き抜いて
鎖一目で立ち上げます。はい、そしたらその、引き抜いた同じ根元のところに、また目針を入れていくんですけれども、グリーンの部分はここからはずっと中長編みで編んでいきます。中長編みなので針に糸を通して根元の目に針を通し、糸をすくい、また針に糸をかけて3本すくう。これで中長編みが1です。で、始めの目には印をつけておきます。はい、このグリーンの部分は、今54目あるんですけれども、グリーンの糸では中長編みで54目増減なく1周ぐるっと編んでいきます。で、また針に糸をかけて次の目に針を通し糸をすくい、糸をかけて3本すくう。糸端は一緒に編み込んでいきます。また針に糸をかけて次の目に針を通し糸をすくい、糸をかけて3本すくう。これで中長編みが3です。こんな感じで1周中長編みでぐるっと54目編んでいきます。はい、中長編みで54目1周編んできました。そしたら、印をつけておいた始めの目に針を通して引き抜きます。はい、中長編みで54目です。そしたら、全く同じ編み方で段が変わるごとに鎖1目で立ち上げて根元から中長編みで1周54目、今1段編みましたので、あと7段、合計8段、緑の部分が合計8段になるように中長編みで54目編んでいきます。はい、中長編みで8段編んできたところです。グリーンの部分がこれぐらいになりました。はい、そしたらまた、印をつけておいた始めの目に針を通して引き抜きます。はい、でちょっ と、針を取って、出来上がりの形はここをちょっとこのグリーンの中長編み8段した部分を折り返して、こんな感じで折り返してちょうど玉編みの7段目の上にこの折り返したところが来るぐらいになる、こんな形ですね。そうするとこうしっかりして、入り口もしっかりして綺麗な形になります。で、今からはこの、ここにちょうど葉っぱのこうフリルみたいな部分が来るように編んでいきたいと思います。はい、それでは目に針を戻してもらって葉っぱの部分を編んでいきます。今、引き抜きをしたところなので、鎖3目で立ち上げます。1、2、3、鎖3目で立ち上げたら針に糸を2回ぐるぐるっと、かけて根元の目に針を通し糸をすくって、針に糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。はい、で、次は鎖を1目ここで編みます。で、また針に糸を2回かけて根元の目に針を通し糸をすくい、ちょっと引き伸ばして糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。こんな形で編んでいきます。で、また鎖1目入れて、そしたら、1つの目に2回入れたら鎖編みをして次の目に行きます。また針に2回糸をかけて次の目に針を通して糸を引き上げて、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。また鎖1目です。で、また針に糸を2回かけて、同じ目に針を通し糸を引き上げて、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。また鎖1目です。1つの目に2回入ったら次の目に行きます。針に2回糸を巻いて、
次の目に針を通し糸を引き上げる。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。また鎖1目です。で、針に2回糸を巻いて同じ目に針を通し糸を引き上げる。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。このような形で、一つの目に2回この目を2回入れていって、で鎖で、また鎖1つを編んで次の目に移っていきます。で、1つの目に、2回入れる時も間には鎖が1つ入っています。こんな形で、ずっとぐるっと1周編んでいきます。はい、それでは最後の目になります。針に2回糸を巻いて目に針を通し糸を引き上げて、糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。鎖編みをして、また針に糸を2回巻いて同じ目に針を通し糸を引き上げる。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。で、鎖編みをして、これで終了です。はい、そしたらこの初めの目に来ました立ち上がりの 1,2,3 立ち上がりの鎖3目をの次の目に針を通して引き抜いて、この葉っぱ、このフリルの部分が完成です。そしたら鎖をして、ちょっと糸を30センチぐらい取って切って、で、もう緑の部分、糸は引き抜いて、これで終了です。で、これをちょっとこういう風な形で折っていきます。で、形を整えて、こんな感じですね。入り口部分もしっかりして、こう葉っぱみたいにこうフリフリっとなっている状態です。こんな感じですね。はい、はい、それでは今こういうふうに2つに入り口部分を折ったところなんですけれども、このフリルとこの中長編みの境目のところ、こうちょっとベロンとめくれないように毛糸で合わせていきます。で、この入り口の円の大きさよりも少しこう長めに毛糸を取って、糸を切ってもらって、とじ針に通して縫い合わせていきます。はい、で内側から針を通して少し糸は余らせます。このフリルの葉っぱの部分の糸が出てるあたりからでいいと思います。で、糸端はもう15センチぐらい残して、で、歪まないように一目一目拾っていく形で、もう並縫いっていうんですか、
そういう形でちょっと合わせていく感じになります。で、裏もこう境目のところを見ながら一目一目並縫いをしていきます。まあちょっと止める程度なので、そんなにガチッと編まなくても、こうめくれ、ここがこうベロッとめくれないようにという部分意味なので、後ろも見ながら前も見ながら合わせてずれないように並縫いをしていきます。一周ぐるっと並縫いして、あとは糸処理を、見えないところに糸を通して糸処理をしていきます。はい、この折り返した部分を縫い合わせていって、こうもう折り返した部分が広がらない、ペロッとめくれないようになって、こうフリルがピロピロっと綺麗に出ている状態になります。で、葉っぱから出ていた糸端も、内側に入れて、見えないところで糸処理をして、糸端がすべて、糸端の処理もできた状態になります。こんな感じの可愛いバスケットになっています。そしたら最後ですね、こう真ん中に1本、真ん中に1本走る感じで、持ち手の部分を編んでいきたいと思います。それでは次はこういった、持ち手の部分を編んでいきたいと思います。今まで8号のかぎ針を使用していたんですが、持ち手の部分は6号のかぎ針で編んでいきます。まず、10センチぐらい糸端を取って、鎖編みを、46目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、鎖編み46目編みました。そしたら鎖1目で立ち上げて編み地を裏返します。で、裏山が出てくると思うんですけれども、この辺ですね、一番右は立ち上がり鎖1目の裏山なので、右から2番目の裏山に針を通して糸をすくい細編みをします。細編み1回、次の裏山にも針を通して細編み2回、で次の裏山に針を通して細編み3回、端まで46回ですね、細編みを入れていきます。はい、裏山を拾って46目編んできました。そしたらまた鎖1目で立ち上げて編み地をひっくり返して、根元から細編みで、また往復編みですね、端まで46目細編みで編んでいきます。これで端まで細編みで46目編んでいきます。今1段2段目編んだところです。これを、往復で段が変わるごとに鎖1目で立ち上げて細編みで、合計5段編んでいきます。はい、46目5段細編みで持ち手を編んで、端の糸端は糸処理をしたところです。そしたらこれを2つ折りにして持ち手の部分を作っていきます。こんな感じですね。
して2つ折りにして細編み右から細編みを2つ折りにして右から 1,2,3,4 4つ飛ばして5つ目のところに針を入れていきます。手前の目と奥の目も両方5つ目のところに針を通して糸をかけ新しい糸をかけていくんですけれども、持ち手の部分と本体をまた取り付けていきますので、だいたいこの46目の2倍ぐらい50センチぐらいですねを、糸端として取っておいて糸をかけて引き抜いていきます。また糸をすくって、で次の目に針を通し、向こう側の目にも針を通し糸をかけて引き抜きます。次の目にも針を通して、向こう側の目にも針を通して糸をかけて引き抜く。同じようにずっと引き抜いていきます。で、こっちの左端の方も4目残して5目目まで引き抜き編みをしていきます。はい、左右4目ずつ開けて引き抜いて、こういう形の持ち手が出来上がりました。それではこれを本体に取り付けていきます。まず本体の方なんですが、ここは54目ありますので、こう半分に折ったところで適当に印をつけてもらって、27目になるように印をつけていきます。印がついたら、まずここ今印をつけてるんですけれども、こことここに印をつけています。入り口この下に横に走ってる目があるので、そこに印をつけてもらって、そこと上からこう印をつけた方がいいですね。でそことこの最後の引き抜いたところの目を合わせていきます。でこちらも反対側も こことあと最後に引き抜いたところですねを合わせて、こんな感じですね。ただちょっとグラグラしてますけれども、こんな感じで場所は決まりました。はい、そしたらこれをつけたまま今からとじ針で閉じていきます。はい、それでは、持ち手と本体をつけていきます。今印をつけておいたところ、この最後引き抜いたところと27目数えたところなんですけれども、ここはもう糸がつながってますので、この印をつけているところに針を通して、でもう印は取ります。でここでまずしっかりでですね、印をつけておいたところと
この最後のとじ針の最後の引き抜いたところの糸がつながっているところを合わせて、そこからしっかり長さもこの幅に4目が合っていると思いますので、ここから内側からこの側面の細編みに沿って縫い合わせていきます。この辺は特にどういう縫い方でも閉じ方でも構わないと思うので、しっかりこう持ち手がつくように、もう私は並縫いでジグぐさぐさいっています。こんな感じで取り付けられました。そしたらもう1往復していきます。こんな感じで、こんな感じで取り付けられました。そしたら最後に内側に見えないところに糸端を通してもらって糸処理をします。感じですね。ちょっと全体像が入らないですけれども、こんな感じで持ち手の部分も取り付けられました。はい、こんな感じで出来上がりです。とても可愛いいちごちゃんのカゴバッグです。あとここに今取り付けたところにこういうちょっと大きめの木のボタンとか縫い付けてもらっても可愛いと思います。これはあってもなくてもいいですけれども、ボタン付きでも可愛いです。一度編んでみてください。今回はこんな感じのいちごのミニバッグを編んでいきたいと思います。
ず材料なんですけれども、赤の毛糸はだいたいそうですね2玉ぐらい、あと緑の毛糸も、そうですね1玉半ぐらい、まあ、2玉あれば十分です。こっちが2玉、こっちも、まあ、1玉半ぐらい、2玉あれば十分だと思います。で、今回かぎ針は8号のかぎ針で編んでいきます。本体とこの葉っぱの部分は8号で、持ち手の部分はちょっ と、細いかぎ針で6号のかぎ針を使用します。あとはとじ針とマーカーですね。マーカーは2つ3つあれば大丈夫だと思います。あと最後にボタンをつけてもいいと思うので、ボタンなんとかがちょっと大きめの木のボタンとかがあればつけても可愛いと思います。これはあってもなくてもどちらでも大丈夫です。